9月7日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。では、7時台1つ目のニュース、こちらです。菅官官房長官地銀の再編を後押し 自民党総裁選候補で本命視されている菅義偉官房長官は2日の出馬会見とその後3日の会見でも地方の銀行は将来的には数が多すぎる再編も一つの選択肢だと言及しこれを受け地方銀行や大日銀の株価が軒並み上昇しております、えー、菅さんはかつて倒産も辞さずと銀行の不良債権処理を進めた ハードランディング論者の梶山清六官房長官をしと仰いだ経験があるという。うん あのー、これね、バブル崩壊後の時の不良債権処理の中で、辣、はい、案を振るったのが、えー、梶山清六さんなんですが、ちょっとその、ねえー、文脈とは違う形でですね、<ー>えー、菅さんはこの、えー、地方銀行問題に結構、えー、深く関与しているというかな、関心を持っているんですね。はい、でそれは何かというと、一つは、ポイント2つあるんですけど、一つはですね、えー、やっぱりあの、えーまあ、自分が総理になった際にですね、あのー、地方創生といったらいいんですかね、ちょっと古くさい、ね、表現の仕方かな、えー、その地方系 経済の活性化であるとか、はい、あるいは、えー、こうね都市部とのです、ね、格差是正、格差是正というね、うん、え枠組みの中で、地方経済をこうどんどんてこ入れしていこうという流れの中で、はい、この地銀の再編というのがね、えー、まあ地方経済のコア、核ですからね、うん、えこれを再編していこうと、強化していこうと、体質を強化していこうという流れ、これが一つ、うん、でもう一つは、ですね、これを覚えていらっしゃいますかね、あの2015年から2018年にかけて、はい、金融庁 が主導する形でかなり強硬的にね強引に嫌がる地金の血引っ張りでですね超銀行の再編っていうの進んでったんですよでその時に異例の3年間金融庁長官を在職した森さんっていう方がいらっしゃってですねまあ銀行業界にとっては一番怖い人みたいなね森信親さんなんですけれども実はですね森さんがその拉案を振るうにあたってですね全面的にバックアップしたのが 官房長官である菅さんなんですよ。はい、まあ当時菅森ラインなんて言われていてですね。えーえー、まあ、えー、森さんのかなり強引なね、はい、資本に対して相当反発が出てきてはいたんですけれども銀行業界そしてそし、ねえー、銀行業界からの意を組んだですね、えー、一部政治家からですね相当の反発が出てたんだけどもそれを強引に進めることができたのもですねやっぱり、はいえー、菅さんの全面的なバックアップがあった。じゃあ、えー、当時のですね地方銀行の再編というのは、はい、あの完了したのかっていうと必ずしもそうではなく てですねやっぱりどうでしょうね、やっぱりこれまで戦後、一県一向主義、静岡県みたいなね、はい、ちょっと、えー、まあその例外のところもあるんですけれども、ほぼ、うん、ほぼ47都道府県は、えー、一県一向主義という形で、地方銀行1個、第、はい、の第一員、いわゆる総銀行はちょっと除きますよ、はい、昔の総合銀行、ね、第一次と言われているところは1個になったと。 これでもですねやっぱりオーバーバンキング銀行の数は多すぎたんですね、うんはい、で、そしてもう一つはですねやっぱり経済の広域化 まあここで、同州性というね、キーワードが登場してくるんだけれども、その経済の広域化という流れの中、そして同州性を睨んでいる中で、今回のですね、地銀再編というね、流れがあるんだと、こんなふうに理解していただくと、そうすると、将来的にはですね、その同州性、経済の広域化っていうところを睨んで、じゃあ、銀行業界どうあるべきかというですね、そういう組み立てになってるんですよ、これ。 そこの話、そういえば思い出したのが、長崎で大日銀と、ね、地方銀行が合併しようとしたら、あれ、長崎の銀行と福岡の銀行でしたっけね、合併をしようとしたら、長崎県内のシェアが多くなりすぎるって言って、公取が入ってきましたよね、そこら辺もこれ、整理しなきゃいけないと、公取のトップ、変わりますよね、こ加えて、ですねやっぱり公正取引委員会、あの時なぜ反対したのかっていうと、これ、裏話があるんですよ。メディア全く報道してないんだけども要するに銀行 東通いトップがですね公正、うんえー、取引委員会に挨拶に行くのが遅れたっていうね、<ー>俺もメンツ潰しやがってそう,うそういうことだった、えー、<ー>で、慌てて、ね、はい、そういう空気があるから、はい、要するに財務省、金融庁の方は、はいったん小鳥へで僕は直接、小鳥会議、当時聞いてたんだけども、うん、え,え,え 行かかななきゃいけないけですからそれは行かなきゃいけないよって言うんで<ー>だから別にですねその独禁キがどうのとかね上、えー、経済の,その独占とかじゃなくて、はい、やっぱりそこもねその官庁省庁のですねメンツの問題っていうのはなるほどるこれで次公取のトップになる人が確か古谷さんっていう方だと思いますけど官房、えーはい、副長官補で菅さんの下でやってた人ですよね。ねね 古谷ホっていうね。古谷保ね。この方もですね、まあ、ものすごく、えー、腕が立つ人ですから、はいまあ、その辺の連携も行われるんだろうなと思いますけどね。えー、菅官房長官、地銀の再建後押し、まず取り上げました。おはようニュースネットワーク。 まずは気象に関する情報、台風です。大型で非常に強い台風10号は、九州のほぼ全域と山口県を暴風域に巻き込みながら、長崎県津島市付近の海上を北上しています。九州北部地方では走行中のトラックが横転する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです。気象庁は引き続き、暴風、高波、大雨に厳重な警戒を呼びかけています。 気象庁によりますと、大型で非常に強い台風10号は、今日午前7時には、長崎県津島市の北西およそ30キロの海上を、1時間におよそ40キロの速さで北へ進んでいると推定されます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートルで、中心の東側280キロ以内と、西側165キロ以内は、風速25メートル以上の暴風とみられます。 長崎市では最大瞬間風速59.4メートルを観測しました。今日予想される最大風速は、九州北部で40メートル、近畿、中国地方、四国、それに九州南部で25メートルなどとなっています。また、明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで、東海で300ミリ、四国で250ミリ、 関東甲信と九州北部で200ミリなどとなっています。さて、この台風10号、夕べから今朝にかけて台風通過しました九州の熊本の様子について、RKK 熊本放送の松本義文記者にお話を伺っていきます。電話がつながっています。松本さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今の様子いかがでしょうか。まずどちらにいらっしゃいますか えー、私は今、熊本県の天草の北西部に位置しています、霊北町という場所にいますんどうですか、今の状況は。はいえー、今、宿泊しているホテルからは台風、ねはいえー、がずっと北上を続けてきた東シナ海を一望できるんですが、えええー、昨日までの様子とずいぶん変わっていましてですね。 白波が大きく、えー、立ちながら、ですね海岸に向けて、次々と白波が押し寄せている様子が初めこれじゃあ、相当風がまず強いっていうことですかそうですね、き、え、ょ、ー、日,日のです、ねはい、日付に変わって午前0時頃から、この午前0時というのがあの、熊本に台風15号が一番最適したような時期なんですが、急激、はいう時期にまたあの風の勢いが強まってきましてですね。えーえー 窓ガラスをビューという音を立てながらですね、強、はいえー、風強風が窓ガラスを揺らしていると、窓ガラスをきしむような音で夜もちょっとあの達人的に起きるような状況がずっと続いていました。うん、なるほど。これ雨よりもじゃ風という感じですか？ そうですねやっぱりあの雨もあの断続的に降ってはいるものの、やはり風の印象が非常に強いですね、かなりの強風、物が飛んだりとか、そういうことはその確認はできましたか 私が見る限りですね、物が飛ぶような様子というのは、まあ、あのこの付近、夜になると結構暗,暗い状況が続いていましたので、えー、はっきりとは分からなかったんですが、えーえー、昨日の午前0時20分頃にごろ、ねはい、と私が、えー、と宿泊しているホテル一帯が一時停電しましたあなるほど、えとはい、あの取材の、えー、と準備で,です、ね、えー、中継の準備、テレビの中継の準備なんかしていたんですが、えー、急にあた、えー、り真っ暗になりましてですね。 えー、慌てて機材を予備の電源に切り替えるという作業を申し上げたところですさあ、スタジオにはジャーナリスト、津田慎一郎さんもいらっしゃいいますはい、よろしくお願いしますすよろししくお願いしますあの熊本県というとね、2か月ほど前ですかね、はいえー、大雨が降って川上が、川辺川などを中心に、河川の氾濫が起こりましたよね、はい、この辺り、まだ今、復旧、復興のですね途上だと思うんですけれども、はい、この辺りは、えー、今回の台風の影響、被害というのは何か出たんでしょうか、ちょっと心配なんですけれども。はい きのうの段階ではです、ねえー、まだ、あのーえっと、夜未明にかけて台風が接近しているというところもあるので、被害の全容というところは見えてはいないというのが実常だと思うんですが、えっと、停電などの情報はです、ね、続々と、はいまあ、あの明るくなってきてからてているような状況ですあこれ、やっぱり前回、その豪雨があったというだけに、皆さん、避難はどうですか、かなり準備は進めていたんじゃないですか。はい えー、その点なんですが、嶺、えっと、北町もです、ねえー、今あの、7つの避難所を開設していまして、えー、これまでのところ、この7つの避難所に500人以上がです、ねえー、身を寄せているという状況で、きのうの午前中の段階からです、ねああの、かなり早い段階からです、ね、避難する人で殺到したという状況が現あります。 昨日の日,日付が変わるぐらいに台風が接近したってことは昨日の午前中だと相当早くまだひょっとすると晴れてるかもしれないぐらいの時期ですでに避難されていたというような感じですかねうそういうことになりますで、連北町の町の職員の方に聞いたところですねあ避難所が開設される前からですねもうあの避難している人も続々といたという話で<の>やはり皆さんのあの 警戒心といいますか、えー、危機感といいますか、そういうところは感じ取れるかなと思いますなるほど、まあ、被害がもしあるとすると、そういったものはこれから先、明るくなってきて、落ち着いてきてから出てくるという感じですかね、うん、そうですね、あのー、レオフ町の職員の、町の職員の方も、続々とこれから入ってくるだろうと、明るくなってきてから、<ー>えー、いろいろと入ってくるだろうという話をされているなるほど、まあでもね、それだけ早く避難したっていうのは、これ、あのー、被害を、 かなり局所化できる可能性が高いですね。そうですね。特に人的被害外にはもうあの、うん、まあ、予防的避難所になったんですね。ええええ、事前にやっぱりあのフィネス好きなんでうしたことはありませんので、あの何か起きてからでは遅いなという話はですね。あ,<ー>あの、複数の自治体の職員からも話を聞けいています。なるほど、わかりました。まその差はさんからどうもありがとうございました。はい、こちらありがとうございました。はい、うしたどうも失礼いたします。失礼いたします 熊本本放送松本義文記者とつなぎました、えー、最後にですね大型で非常に強い台風10号と先ほどお伝えしましたが、えー、勢力少し弱くなりまして大型で強い台風10号というふうに表現が変わっておりますただ気象庁引き続き暴風、高波大雨厳重な警戒を呼びかけております まずは気象台風に関する情報熊本放送の松本義美記者ともつなぎましたでは続いてこちらのニュースです自民党総裁選政策論争活発化 自民党総裁選に立候補する菅義偉官房長官と岸田文雄政調会長、石破茂元幹事長が政策論争を活発化させていますえ昨日は岸田氏と石破氏が NHK の討論番組に揃って出演し経済政策や新型コロナウイルス対策などをテーマに意見を述べ台風1 5号対応のため番組を欠席した菅氏の安倍政権継承路線との違いを強調しております えー、一方であの、鈴木総務会長はあ、早期の解散というものにも言及していたりとか、いろいいろろ政局動いてますすねねそうです、ね、あのやっぱりです、ね、今回の政策論争というか、総裁選に関して言うと、おそらく、えー、菅さんの総裁就任、つまり総理就任というのはです、ね、間違いない、えー、方向性だと思うんですけれども、はい、ただです、ねえー、これがどうなのかな、えー、本格政権、菅さんの本格政権にするためにはです、ね、うん、やっぱり、えー、選挙、総 選挙で、えー、勝つことが求められる、えー、わけなんですよね、はい、そうしないとある意味でのこの正当性にちょっとね、えー、疑問符がついてしまうということになる、はい、だとするとですねやっぱり今回の総裁選っていうと、えーえー、来年9月に行われてあろう正式な、えー、総裁選これは党員投票も含めての総裁選ということを強く意識する形で行われるポイント二つです、はい、ですからその中で、うんえー、菅さんとの差別化をどう図っていくのか、うん、政策の違いをですね えーね、あの,アピールするのかこれ一1点目、はい 1> で、そしてもう1点はです、ね、えー、来年の総裁選で、うん、え候補者として、えー、本格的な候補者として名乗り上げるためには、はい、え今回の総裁選において、そこそこえ地方票も獲得しておかないと、ちょっと名乗りを上げるのも無理なんじゃないかなとで誰か、何が言いたいのかというと、やっぱり石破さんの存在ですよ。うん普通です、ね、4回回回総裁選に今回4回目ななんですが、はい、チャレンジして負けたとなるとる、えー い々命的にはです、ね、終わりです。もう一丁上がりになるんだろうなと。それでもなおかつというところであるならば、はい、やっぱりその地方票というのをね、まあ、今回は47都道府県、それぞれに3票ずつですけれども、えー、そこそこの票を集めないとならないんですけれども、えー、ただこのあたりがね、はい、えちょっと厳しい今、情勢になりつつあるのかなと私は思うんですね。 話は、元に戻しますけれども、あのそうすると、やっぱり菅さんが本格的政権として立ち上がるためには、ですね選挙で勝たなきゃならない、はい、じゃあ、体いつ選挙やったら勝てるのかっていう,、えー、と,いうところが一つポイント、えー、だとすると、ですねやっぱりあのご衆議院相場というわけじゃないけれども、えー、政権発足後はですね、えー、内閣支持率高いですから、えー、早期に解散を打つというのが、まあ、王道というか、浄土手段なんですね。えー、ですから、そういった意味でいうと、9月解散、10月総選挙みたいなね、はいえー、スケジュール感が不自由 浮上してくるるののもそういったこととが背景にあるのかなとですから、うん、どうですかね、菅さんとしてもその辺強く意識してるわけですから、はいあのー、やはり、えー、解散をして、そして本格政権にして、うん、そして来年の総裁選では、はい、堂々と勝ち抜いて、ですね、はい、そしてその正当性を市中、えー、に収めるという、うん、そういう戦略だと私は思うんですけどどねなるほど <laughs> もうすでにそれを匂わすような発言が党幹部から出てきたりというのも、まあ、これ、ブラフではなくというところが、はい 大きいいかもしれないですねですからね、菅さんがどのこうのでも、はいえ、今回の、えー、やっぱり石破さんがね、うんあの今後の政治生命、つ、ね、ないでいけるかどうかっていうところが、僕、はい、はねか、裏のテーマじゃないかなと思いますけどね。なるほど、で、キーとなってくるのは地方領土。この時間、ジャーナリスト、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました、日本総聞機の方、この後も須田さんにお付き合いいただきます教えてニューーースキーワードこちらです。 セルビアとコソボアメリカの仲介で経済正常化セルビアのブチッチ大統領とコソボのホティ首相はアメリカのトランプ大統領の仲介によってホワイトハウスで会談し経済関係の正常化で合意しましたコソボ紛争後も対立が続く両国の関係正常化に向けた第一歩となります 旧ユーゴのセルビアの中の自治,領自治州だったコソボ、えー、激しい民族紛争を得て、2008年に一方的に独立を宣言しましたが、セルビアは今も独立を認めておらず、対立が続いているという状況だそうです,、はいあのー、ですからね、この一方的に独立を宣言したということに加えて、セル、はいあのー、ビアからです、ね、独立が認められてないということもあって、はいあのー、外交的にはです、ね、非常に孤立した状況が、えー、続いてきたわけなんですよね。うん ですからそのある意味での国際社会へ帰復帰、もっと具体的に言うと、将来的な EU への加盟っていうねえところを見据えた中での,その手続きというと、最終的にはおそらく加盟というねえことになっていくでしょうし、宣言協定の枠組みの中に入るっていうね、そういう流れになっていくんでしょうけども、ここは空白地帯なんですよ、言ってみれば、こそがだからえそれを実現、正常化へ向けて実現していくために、要はそのアメリカが強く後押しをしたと。 ただ、コソボはそういう状況を、環境をですね、はい、強く強く望んでいたんだけれども、うん、なかなか、えー、スムーズに進んでいかなかった、まあ、アメリカの顔で、えー、その流れに乗ったわけなんですが、うんその中でね、やっぱりコソボっていうと、はい、あの大半の住民がイスラム教徒なんですね、その中で、そのイスラエルとの、えー、関係樹立というところが、アメリカのこれニーズと言ったらいいんですかね、アメリカサイドの希望だから、まあ、ある意味でバーターじゃないけれども、アメリカ と、コソボのですね、利害が一致したと。いい いうことになっていくんじゃないかなと思いますね。ええ、なるほど。今回コソボはイスラエルと外交関係樹立。ええ、それからセルビアもイエルサレムに大使館を移設することなどが盛り込まれていると。これあの直接の合意とは関係ないところですもんね。そうですね。あのですからその前段としてね。はい。UAE のですねアラブ諸国連邦のですねイスラエルとの外交関係の樹立へ向けての動き。はい。まああのというねなど、えー、気をいつにしてるんだろうなと。あのですからそういった。 で言うとどうなんでしょうね、言ってみれば、ですねあの、まあ、特にアラブの国々がそうなんだけども、はい、イランとの関係といったりいいすか、はい、その単位イラン包囲網というセンテンスの中で、うんえー、今回の一連の動きが起こってきていると。 いうふうに考えてもらっていいんじゃないかなと、そしてイランの背後にはロシアと中国と、はい、ですから、えこの、ね、コソボなどの地理的な位置づけからすると、はい、やっぱりロシアを強く意識するというね、いうところに私はなってくるんじゃないかなと思いますね。いやーこの話あ、東ヨーロッパで動きがあるんだっていうふうにイメージしたんですが、えー、そうじゃなくて、これ、中東とそのイランの向き合い方の話との延長線上にあるみたいな,もんなんですね。そ大きく欠けてるん 日本の報道は。うんちょっと遠いんでね、日本から。そうですね、あ<の>なんかこれも独立したニュースみたいな感じに受け止めちゃうけど、ええ、そうじゃなくて、中東とつながってるんで中東問題の一環というふうにね、あ<ー>ワンセットでワンパッケージで見ていかないと、ええ、じゃあなぜイスラエルの話が今、ここに出てきてるの、ええっていうのが、全く理解できないっていうことになるんじゃないかなと思いますねいやまあ確かに歴史的に言えば、あのオスマントルコだとか、いろんなところがこう攻め入ってくるという地域ではあるから、ええうん、なんか結びつきは強いんでしょう。 けど、本当日本人の中ではこう二つ分かれちゃいますもんね。ねだってあの何、えー、ですかその、えー、やっぱりコソボが認識しているバルカン半島、はい、まあ歴史で学んだじゃないですか、えーえー、ヨーロッパの火薬庫っていうか中東とヨーロッパのね確かにえそうですね。十次郎だと、うんそういう地理的なというかうまああんまりこういう言葉は使いたくないけど、はい、地政学的な意味合いを強く強く持ってくるんですよ。で、やっぱイランと対峙していくということになると、そのアメリカを含めての。 陣営とこう中国、ロシアとの陣営というのがどんどんこれ分かれる方向に行くわけですからね、えー、世界的に見ると、あのー、ですからね、一つその中で計算違いが起こっているのは、はい、両方に顔が引く安倍首相がです、ね、辞職をしてしまった、<ー>辞任をしてしまった、<ー>その役割をですね菅さんが、はい。 果たせるのののかかどううとが世界興味関心なんですよはなるほど。やっぱそこは外務大臣じゃなくて首相じゃないとできないことがあるってことですか。まあ外務大臣もいいんでしょうけれども、えー、じゃあ、えー、一旦休みみたいな状況になってるっていうのがうちょっと今国際社会の中ではですね非常に懸念されてるところなんですね。なるほど、ねえー。セルビアとコソボの関係について、まあ、そこからあ世界情勢までお話しいただきました、えー、教えてニューーースキーワードでした。 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ苦境の航空会社、生き残り策を議論する。 日本航空の2012年4、6月期は本業の損益が1200億円規模の赤字、前年同期は210億円の黒字となりました。市販機としての赤字額は12年に再上場してから最大で、新型コロナウイルスの感染拡大で乗客が急減しております。 えー、一方で ANA の同じ期は、過去最大の1600億円の営業赤字であったということであります。 まあ、各社厳しいっていうのはね、それこそ、あの、先ほど、六時台に少しお話をいただきまして、え、その後、あの、地震があったので、ちょっと話が途中になってしまいましたので、ここで改めてお願いしたいと思います。はい、話をね、あの、最初からしますとですね、やっぱり、あの、イベントリスク、これ、いろんな民間企業にとってですね、え、イベントリスクっていうのは、多かれ少なかれ影響があるんですよ。で、イベントリスクって何かというと、例えばテロであるとか、戦争であるとか、自然災害であるとか、もちろんね、 はいえー、今回のような、えー、病気、ね、感染症などもですね、はいえー、大きな影響を及んでくる、えー、であの実を言うとですねこのイベント率に一番弱いとされてるのが航空業界なんですねなるほどですからあの例えば、えー、以前もです SARS、ね、であるとか鳥インフルエンザ、えーえー、この時も大きな影響を受けたわけなんですけれども、はい、まあとはいってもですねおそらく航空会社にとって うん、戦後最大のイベントリスクっと言われているのが今回の新型コロナウイルスなんですねいろいろ取材をしてみますと話を聞いてみますとですね、えー あの四月七日から始まった緊急事態宣言、はい、もちろんここで大きくですね、えー、業績売上げは落ちていくという状況になってですね、うん、とは言っても五月二十五日に最終的に解除された以降はですね、はい、徐々に徐々に持ち直しの、えー、状況になっていった。えー、でどの程度持ち直したのかというとどうでしょうね。六、えー、月ぐらいの段階で、はい、あの国際線はね、えー、ちょっとダメージが大きすぎてですね、あの飛行機飛んでませんから、はい、あの大体え平時のですね九、えー、割減。 1割ぐらいまで落ちてしまった、うん、とは言ってもですね、あの国内線に関してはね、はい、え3割減程度まで戻ってきてたんですよ。 そうなんですね。ね。あの、ですから、え、国内線は、え、3割減、え、国際線は9割減という状況まで戻ってきた。その結果、何が起こったのかというとですね、え、まあ、あの、これ、全日空の場合ですと、ANA ですよね。全日空の場合ですとですね、大体国際線の売り上げが、え、年間ですね、5000億円。国内線が5000億円。大体フラット、イームになってるんですね。はい。まあ、そういう状況なんですけれども、え、そのことを前提にして考えるとね、 大体月間の、6月以降のですね、月間のキャッシュの流出が、つまり人件費だとかね、いろんな経費がかかりますよね。その流出がですね、まあ言ってこいで大体マイナス1000億円。 月間に出てたんですね。でこれはあれですよ。その第二半前なんですよ。ああなるほど。えーえー、この第二半が来てどの程度の流出が続いているのかっていうのはちょっとまだ見通せないんですが、はい、少なくともですね、えー、国内線のその売り上げがですね三、えー、割減で済んでるはずがないですからもっともっと、えー、キャッシュの輸出は大きくなってるんではないかなということを言えると思いますね。でこのことを頭に入れておいていただいた上で、はい、今年の春にですね、えーえー、政府系金融機関 ある、はいは政府保障を受ける形での民間銀行からの借り入れ等々も含めて1兆円のお金を確保したんですね。1>, はい、1兆円のキャッシュがあるんですよ、えー、手元に、えーはいで。そこでさっきの流出額月間1000億円。億円10ヶ月しか持たない。そうか、1年持たないんですね。えー さあ、どうするんですかと。そうですね。ねじゃ一体これが、ね、いつ、回復基調に,に乗ってくるんですかっていう問題があるんだけども、1>, はい、1兆円ではとてもじゃないけども、うん、足りない。うん、でもね、お金を出す側にとっても、はい、まあ、一つはですね、えー、返済を求めない、えー、公的資金投入、これは税金欠税の投入になる。うん、これは最終手段だと思うんですよ。はい、その前にですね、じゃ民間金融機関、はい、あるいは、えー、政府の保証を入れてということになってもですね、うん、あのー、じゃ、えー、将来 の見通しが効かない中で無人蔵に青天井で入れていくことができるのかどうなのかん、うん、で将来見通しどうなんですかこれ入れたお金ちゃんと返ってくるんですかこれ一点目二点目としては高度基金注入するのはいいけれども、はい、大義名分立つんですか<ー>という問題が出てくるんですよ決税、はい、を言える以上ねでそうするとですねやっぱりその事業の再編、はい、国内航空会社全体での事業の再編で、えー、将来の、えー、ね事業の再構築をやっていかないと返済が、えー、きちんと 起こるかどうかもわからないし、えー、あるいは公的資金に注入するにあたっての大義名分も立たないじゃあ一体どういうことが考えられるのかっていうと国際戦と国内戦分けて考えてください、うん、国内戦の、ね、やっぱりね一社体制になると 競争原理が働かなないためにん、はい、高くなるんですよ<ー>むしろ国民ユーザー消費者にとってみるというと要するに再編するとつまり統合してしまうとですね、はい、デメリットの大きいんですね、えー、やっぱりここは競争つまり具体もっと言えば、えー、ジャラアナがですね、うん、全日空と、えー、日本航空がきちんと競争してもらうというね、はい、状況がベスト。うん、じゃあ 今度、国際線。はい、国際線は、じゃあ、全日空と日光が二者体制が必要なんですかという問題が起こってくるんですね。うんで、そうするとこれ一本化した方がいいんじゃないですか統合した方が効率化が進むんじゃないですかうん、ね、というところ。つまり、一本化してもですね、だって、ライバルは競争相手は、 海外の航空会社なんだからということになるんだろうと思うんですよ。そのあたりが一つのです、ねはい、焦点、ポイントになってくるのかなと私は思いますけどね。あまあねあの、歴史をひも解くと、もともと80年代ぐらいまでは、うん、国際線は、まあ、日航が一社で請け負っていた、そこにチャーターから入っていった全日空が、なんとか最初、グアム線飛ばしたりとか、いろいろやりながら、ここまで持ってきたと。はい、これあの全日空から したら手は差がらないっていうのはね、当然気持ちとしてはあるんですよね,ね。ただ、売上について言うと、国際線の売上について言うと。うん、えー、まあ、その新型コロナウイルス以前のね、状況ですけども、はい、前に行くのが上回ってるんですよ。あ,<ー>あの、一旦ギャルはい、あの、日本航空は、経営破 民主党政権時代にね、してますから、その時に乗つ、あの、ありますんでね。路線もかなりあの時に整理したっていうのがありましたね。そうなんですよ。で、加えてね、ここでまたね、政治が絡んでくるんですよ。全日空のバックというか、全日空が一番近いのが、菅さんなんですね。政治家として。 おそうですよね、自民党はもう完全に全日空、ねええ、それで逆に日航は、はい、稲森さんが、はい、あの前原さんとかね、小田一郎さんに近かった、ええ、稲森さんが会長に就いたという経緯もある、はい、民主党政権下において、多額の公的資金を注入したこともあって、はい、民主党職のついた国会社になってるんですね。ただ、もうもちろんね、こういう民間の、はいえー、ビジネスにね、政治が関与するのは避けなきゃなりませんよ。 ね、この、えー、航空事業っていうのは、非常にですね、えー、まあ、国策的な、はい、色彩が強いから、はい、どうしても、例えば、羽田のね、発着幕一つ取ってみてもそうですよね。え、はい、正義が強くなってしまうんですよ。えーえー、ですから、ね、えー、おそらく全日空は、菅さんが総理大臣について喜んでんじゃない、つくづくっていうことで喜んでんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。そう考えると、えー、フラッグシップキャリアの後退、ね、まで起こるか、みたいな。まあ 諸外国を見るとそういう例はあるんですよ、ね、まあもう政府専用機は全日空ですから。今整備はね。えー、えー。ハンドリングは全部と。はい、<laughs> ええー。工事専門家会議、苦境の航空会社生き残り策を議論する、スタさんと深めてまいりました。